ヒート MMA フェザー級5分3ラウンド、倉本拓也 VS 秋山レイト。赤コーナー、さあヒート49の坂本戦よりも今回の方がコンディションがいいと語っているのがこちら倉本です。その動き一挙手一投足見据えているのが秋山レイト。画面の右側、これ髪の毛編み込んでいるコンロースタイルが秋山です。鋭い眼光、気合を内に内に秘めたように見えるのは左側の倉本です。ヒート MMA ルールフェザー級5分3ラウンドマッチ。さあ日置初さんにお話を伺ってまいりましょう、はい、まあこれヒートで言ったら倉本選手の方は、まあ、ホームケージということになりますけれども、そうです、ね、秋山選手新鋭が楽しみですね。そうですね、まあ、ミドルキック、まあ、立ち技歴あります。ローキック、ミドルキック、フェイントからのパンチ、白いトランクス、こうして右の蹴りも、まあ、こう引っ掛けるように見せる秋山。秋山選手、サウスポーが相手なんで、はい、後ろ足の右ミドル蹴っててますね。そうですね、まあ、理にかなった攻め、こういうところはしっかり考えてきたと言えそうです。開始30秒からローキックにパンチ、首相撲からの膝、ここはおねじ切るようにするトップを取っていった。下から腕十字、十字ですね、早くも見せますね倉本。ここはまだクラッチしているか、腕が外れる、潰せという声も飛んでいます。これトップの秋山に対してでしょう。倉本選手は頭をもうちょっと右方向に持ってきたかったんですよね。右方向、はい、三角にこうしようとしてますが、ちょっと腕が入っているので、これで少し持ち上げて叩きつけます。もう一度十字の方が良かったですね。ああそうですか、はい、三角締めの形に移ろうとしている倉本です。ちょっと足の位置変わってきます。抜けますね、抜けた、抜けても今入りますね、今三角入りますね、セットし直しています。今 足をちゃんと組めば三角締めいけると思いますね。組み直してきた、まず膝の裏で組むことですね、うん、田本選手はしっかり組んで、これは入りそうですね、これは入るんじゃないですか。あーどうだ、腕はぶらりとなってしまうのか秋山、まだ諦めない、入りましたね。今倉本の体をパンパンパンと叩きました秋山。1ラウンド電光石火、いい入りでしたね、ただいまの試合は最初は腕十字、そうですね、腕十字から三角だったんですけど、1回目の三角締めは、相手の腕が入ってたので、はい、秋山選手の腕が入ってたので決まらなかったんですけども、はい、殴ろうとして抜けた瞬間に入れ直しましたね。あの刹那だったんですね、はい、まあ一瞬そこを見落としません倉本拓也。1分32秒で蹴りをつけています。最後は三角締め、勝ちました倉本拓也選手には。落ち着き払った表情、まあ目で居殺すぞというふうに見えた秋山レイトに対してですよね。そうですね、冷静でしたね倉本選手、このホームのケージで一本勝ち、これは嬉しいでしょうね。これで3勝1敗となったんですが、2つフィニッシュ、すごいですね、3つフィニッシュですね、失礼しました。あ素晴らしいですね、勝ちました倉本拓也です。